社団法人デジタルメディア協会が主催する AMD アワードは、1年間に日本国内で発表されたデジタル作品の中から優秀作品を選び、その制作者の功績を称えるもので、今回で12回を数えます。この大変権威ある賞の中で、 WebTV アソはリージョナル賞を受賞したということで、市長がその受賞式に出席しました。デジタルコンテンツオブジーヤー06第12回 AMD アワードリージョナル賞の発表です。デジタルコンテンツオブジーヤー06リージョナル賞、作品は阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇です。熊本県阿蘇市の皆様です。代表いたしまして、阿蘇市役所市長佐藤義興様、どうぞご登壇ください。おめでとうございます。地域の皆さんが新しいデジタルメディアコンテンツ制作流通の先導的な取り組みと認められた作品に贈られます。佐藤様、おめでとうございます。それでは審査員を務められた週刊アスキー編集長宮野智彦様より、リージョナル賞の公表とモノリスの授与をお願いいたします。こういうですね、地方サイトっていうのは、もう市町村単位で非常にたくさんあるんですが、その中でですね、WebTV 阿蘇はですね、昨年の春に、始められた、放送局なんですけど、インターフェースも非常に整理された感じとですね、それからチャンネル構成というですね、非常に分かりやすいインターフェースで、なおかつですね、今中身もですね、単に阿蘇の観光案内みたいなのじゃなくて、生活に根ざしてですね、いろんな話題をきちんと、流していらっしゃるというので、今回選ばせていただきました。おめでとうございます。ありがとうございました。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。宮野様、ありがとうございました。Ladies and gentlemen, good evening. Thank you very much. 私どももこの素晴らしい賞をいただいて、ますます元気に、そして地域が活力を出していくように、さらに頑張っていきたいと思っております。本当に今日はこんなに素晴らしい賞をいただきましてありがとうございます。心から御礼を申し上げて挨拶といたします。佐藤市長、ありがとうございました。阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇の皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。